ハンマーヘッド、潜水艦。ハンマーヘッドは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、種目ザメにちなむ。ハンマーヘッドは1943年5月5日に、ウィスコンシン州マニトワックのマニトワック造船で、寄港する。1943年10月24日に、RW ベリー夫人によって浸水し、 艦長ジョン・シー・マーチン・シ佐、アナポリス1934年組の指揮下1944年3月1日に収益する。ミシガン湖での1ヶ月の訓練後、ハンマーヘッドは浮きドックごと、ミシシッピ川をニューオーリンズで栄光され、1944年4月8日に到着した。ハンマーヘッドは、パナマ運河地帯のバルボアで訓練を行い、その後ハワイの真珠湾に向かった。 6月6日、ハンマーヘッドは、最初の紹介で、スティールヘッド、アセススティールヘッド、SS-280 及びパーチー、アセスパーチェ、SS-384 と、ウルフパックを構成した湾わん及び、ルソン海峡方面に向かった。日付が7月9日になって、すぐ、ハンマーヘッドはのち点で80トン93パンを発見し、 4インチ砲と20ミリ機銃で撃沈。紹介海,海域に到着後、7月29日朝にはの、地点で900トン急個型タンカーを発見、ジグザグ航行を行っている目標に対して、魚雷を3本発射したが命中しなかった。翌7月30日早朝には、輸送船団と思われる複数の目標を探知し、やがて雨の中から船影を発見しての地点で魚雷を6本、い、反転して、 さらに魚雷を4本発射する。魚雷は4本が関西丸級輸送船に命中して目標を撃沈し、他に6200トン級輸送船2隻を撃破したと判定された。3つの魚雷爆発音が轟いた後、攻撃をスティールヘッドとパーチーに任せて再度の攻撃の準備に入ったが、2隻の千鳥型水雷艇の存在により攻撃に踏み出せず、やがて敵へは去っていった。 8月17日、ハンマーヘッドは65日間の行動を終えて、フリーマントルに祈祷した。9月9日、ハンマーヘッドは2回目の紹介で、南シナ海に向かった。10月1日夜、ハンマーヘッドはのボルネオ島北岸海域で、十八船団を発見。追跡の上、日付が10月2日になるならないの頃に攻撃。を、発射し、 二つの目標に命中するのを確認した。この攻撃で二隻の輸送船、日寄丸、日本郵船、5320トンと日陰丸、日本郵船、5320トンは2分から3分で沈没し、輸送船国星丸、大阪商船、5494トンも間もなく沈没したとする。10月20日未明には、の地点で、様13船団を探知。 魚雷を6本発射して2つの激しい爆発を観測し、4本目と5本目の魚雷が命中したので、あろうと判断される。続いて、魚雷を4本発射し、こちらも2つの爆発を確認した。さらに魚雷を4本発射して2つの命中があったとし、これで、すべての魚雷を撃ち尽くした。ハンマーヘッドの一連の攻撃で、2隻の輸送船、ウゴマル、大阪商船、 3684トンと、大洋丸、東洋汽船、5458トンを撃沈した。なお、ハンマーヘッドは10月21日まで、ブルネー沖で紹介していたが、栗田竹雄中将を率いる、第二遊撃部隊のブルネー湾到着に気づいた様子は、ない。10月28日、ハンマーヘッドは危うく、味方を撃つところであった。この日の未明、の地点で、 ハンマーヘッドのレーダーは一つの目標を探知するが、やがて目標の姿が見え始め、小海艇か、日本の潜水艦と推定されたため砲撃を開始。ハンマーヘッドは20発ほど撃って200ヤードまで接近したところ、相手は敵ではなく味方のグロウラー、アセスグラウラー、SS-215 であることがわかり、砲撃を止めた。11月2日、 ハンマーヘッドは54日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。11月25日、ハンマーヘッドは3回目の紹介でパドル、アセスパドル、SS-263 及びレイポン、アセスラパン、SS-260 と共に、南シナ海に向かった。十二月七日夜、ハンマーヘッドはノボルネオ島、口沖で、シマリンジ船団を発見し、 パドル、ミンゴ、アセスミンゴ、SS-261 と共に追跡する。ハンマーヘッドは、最初の攻撃で魚雷を6本発射するが命中せず、時間を置いて、再度魚雷を、計9本発射し、魚雷は2本が、タンカー松江丸、日東汽船、2854トンに命中。パドルも、魚雷を6本発射して、おそらくは、松江丸に命中したものとして扱われた。 松江丸は大火災の末沈没していった。ハンマーヘッドは攻撃後の12月9日未明にパドルと会合して攻撃の様子を聞き出した。12月18日にはの地点で4隻編成の輸送船団を発見して0本と共に攻撃に当たり、巨雷を6本発射したが命中しなかった。1945年1月17日、ハンマーヘッドは52日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰稿。艦長が、ジョージ・エイチ・レード・ジュニア・中佐、アナポリス1933年組に変わった。2月10日、ハンマーヘッドは4回目の紹介でバヤ、アセス・バヤ、SS-318 と共に、南シナ海に向かった。2月23日午前、ハンマーヘッドはのインドシナ半島、バレラミ沖南方20キロ地点で、 南高作戦の 88H 戦団を発見。魚雷を4本発射し、2本が解剖艦役の艦首に命中して役は合沈した。ハンマーヘッドは追撃してきた別の護衛艦に対して魚雷を1本だけ発射したが、これは命中しなかった。ところが攻撃後にレード艦長が急病で倒れたため、ハンマーヘッドは紹介を打ち切った。3月3日。 ハンマーヘッドは22日間の行動を終えて、スービックワンに帰還。レード艦長は、病のため退官し、艦長が、フランク・エム・スミス・中佐、アナポリス1935年組に変わった。3月10日、ハンマーヘッドは5回目の紹介で、南シナ海に向かった。3月26日未明、直前にガーナード、アセス・ガーナード、SS-254 と会合していた。 ハンマーヘッドは、2隻の解剖艦を発見して、魚雷を4本発射するが、命中しなかった。この敵に対しては、ガーナードも魚雷を4本発射したが、こちらも回避された。3月29日朝、ハンマーヘッドはのインド市の半島湾よみ先北北東20海里の地点で、南高作戦の最終戦団である日 88J 戦団を発見した。 ハンマーヘッドは魚雷を3本ずつ、計6本発射し、魚雷は先端最後尾を航行していた第84号解剖艦を直撃して、これを撃沈。第84号解剖艦の戦死者は191名を数え、その中には中東野球の名選手で一等兵装として、第84号解剖艦に乗艦していた島聖一も含まれていた。 八 88J 戦団は直後に航空攻撃で全滅した。4月6日、ハンマーヘッドは28日間の行動を終えてスービック湾に帰島した。4月30日、ハンマーヘッドは6回目の紹介で南シナ海及びタイランド湾方面に向かった。5月6日に紹介海域に到着し、その夜にの地点で小型タンカーと2隻の護衛艦を発見した。 ハンマーヘッドは、最大射程距離で魚雷を4本発射したが当たらず、再度魚雷を4本発射し、2本が、特設運送船、旧油金霊丸、日本輸送船、867トンに命中して、撃沈した。午後に入り、消火機を排した1000トン級輸送船と100トン級トロール船、海藻召海底を発見し、魚雷を4本発射したが命中せず、反転して、 さらに魚雷を3本発射したが、やはり命中しなかった。5月14日、ハンマーヘッドは、タイランド湾で、ハティエンからシンガポールに向かっていた、陸軍輸送船トットリマル、日本郵船、5973トンと護衛の、不接艦発高を発見した。この2隻には、コビア、アセスコビア、SS-245 も接触していたが、コビアはトットリマルに向けて、 魚雷を5本発射したが命中せず、初高の反撃で撃退されていた。ハンマーヘッドは午後に入り、魚雷を3本発射して、鳥取丸に1本命中させたが、不発であった。攻撃後、皇天の中2隻を追跡し、5月15日1時27分にの地点に至ったところで鳥取丸に向けて、魚雷を3発射し、2本を命中させて、鳥取丸を撃沈した。 激沈したのがト取トリマルであることは浮き輪を確認して判明した。5月24日、ハンマーヘッドは25日間の行動を終えてフリーマントルに帰投した。6月21日、ハンマーヘッドは7回目の紹介でタイランド湾に向かった。7月10日未明、ハンマーヘッドはタイランド湾中央部で2隻の850トン級。 シュガー・チャーリー・シュガーズと250トン級海底を発見し、二つの目標に対して、魚雷を三本ずつ、計六本発射。この六本の魚雷は命中していないが、おそらくを発射して、タンカー第五南米丸、南方輸送船、834トンという操船、桜丸、負傷、900トンを撃沈したと認定された。その後、ハンマーヘッドは本国への帰還命令を受け、 途中で終戦を迎えた後、8月16日にサイパン島に帰港。8月21日、ハンマーヘッドは60日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。ハンマーヘッドは、メアアイランド海軍造船所に開港された後、1946年2月9日に退役した。その後、メアアイランド海軍造船所で予備役艦隊入りした後、 朝鮮戦争の勃発により1952年2月6日に最終駅し、サンディエゴからサンフランシスコまでの西海岸で訓練を行う。朝鮮戦争休戦後、ハンマーヘッドは1953年8月21日に再び退役し、予備役艦隊入りした。その後、ハンマーヘッドは、相互防衛援助プログラムの下、メア,アイランド海軍造船所で、 グッピー回収が行われ、1954年7月16日に、トルコ海軍への対応準備のために最終駅す。1954年10月23日に退役、同日トルコ海軍に退応され、ジェルベと改名された。当初の看板号は S03 であったが、後に S341 に変更された。は1972年1月1日に正式に、 トルコに売却され、その後、スクラップとして廃棄された。ハンマーヘッドは、第二次世界大戦の先行で7個の従軍聖賞、及び1個の海軍主君部隊賞を受賞した。ハンマーヘッドの7回の紹介は全て成功として、記録された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。